見てもほら泣いてもな味見味見言うて待っていてちょっと今日はチョビのおやつを手作りしていきたいと思います。うん、大丈夫、生きてる。じゃん、これで中乾燥したささみのぐにゃぐにゃのやつを作っていきたいと思います。お、来た、近寄ってきた。これに釣られてきたか。来た。かわいいな。よし、まず茹でていきます。ささみぶつ切りにしました。火通りやすくするためにぶつ切りにしたの茹でます。ポイポイ、来るかな。来た、やっぱり来た。探しに来んねんな。そうな、うちゃんのタオルよ、それ。寝てます。結構午前中は寝る。来るかな。あ、やっぱり来た。来た。探しに来んの。何してんのかなって見に来るん。はい、茹でた。よし、水、はい、冷めたっぽいのでこれをチビチビちぎっていきます。チビチビちぎってこのアルミホイルの上に乗せます。なぜ今ここから可愛い可愛いけどさ、可愛い。ちぎります。あ、このままでも食べれるんですけど、食べてみる。あ、どうする。もうちょっと食べる。はい。待って、チビチビ、こんなぐらい、1センチぐらいに乗せます。プチプチ。こんな感じにチビチビしてみました。ジャビちゃん、もうちょっと待っといてくれ。これをね、このまま揚げてもいいんやけど、あのカチカチのささみ売ってるみたいなやつにするんやったら、こんな感じ。これをトースターに入れます。20分ぐらい。あれ、20分、これ15分までしかないよ。無理じゃん。15分にしとくか。なんかわからんけど、なんかめちゃくちゃ焦げてる匂いする。え、ちょっと焦げてるところがある。こうやって焦げるもん。あと8分やらなあかんけど、丸焦げなりそう。大丈夫？なんか分からんけど、もうちょっと待ってくれる？これ臭いよな、めっちゃな。無理。え、嘘、やっぱりやばい感じ。他もやばいと思うわ。おう、なんでよ、分かれへんの。初めてやねんか分からんよ。ちゃんとできるかどうか分かりません。なんでよ、まだよ。ぶーちゃん起きたやん。ワーマ言うから、ジャビが。あー、泣いちゃった。ほら、ジャビがうるさかったんや。見てみ、ほら泣いてもうた。なあ、かわいそうに。なあ、うるさいな。じゃんじゃじゃん。
生日できたで。できたで。ちょっとちょっと、今これやけどするわ。熱いわ。熱い。普通に熱い。一番ちっちゃいのする。これやったらまあまあいけるかも。はい。サクサク言ってた今ご飯みたいに。あかんよ、もう味見よ、何個食べてんのよ今日。味見やばいで、味見味見言うて。味見味見って何個食べてんの。毒見て、毒なんか入れてないわ。毒見、うま、食べたいだけやろ。あかんあかん、もうちょっと冷めるまで待って。ちょっとだけ熱い。もうちょっと。成功。イエーイ。10分15分ぐらいでできる。はい。はい。うまい。うまい。何をそんなサクサク言う要素があるん？これみたいなこと？あ、なんかそうや。牛肉でやったらさ、ビーフジャーキー的な感じになるらしいで。やってみる。やってみる。やってみよう。牛肉でも同じようなことやってみたいと思います。次はこのクレイジーソルト。チンしすぎて真っ黒なんだ。まあ大丈夫やろ。よし、じゃあ。はい、スイッチオン。ぐるぐるぐる。10分にしてみる。10分にしてみます。ゆふちゃん泣いてるから行きます。怖いな、ただの焦げ焦げ焼肉やけど。もう10分。チンやった。臭いし。その顔。うん。以上、ジャミのおやつ作りでした。